こんにちは、ネオです。シャキーン。どうもゆなです。ピンポン。はい、ミムです。マムです。ミマムです。なんか本物ですね、やっぱり。本物ですよ。生きてます。はい、今日の企画はファッション紹介です。どうぞ。はい、今日のコーデはね、こんな感じです。今日はビゴー、ビゴーで、トップスもビゴーで、ズボンもビゴーで、靴はビゴーかスピンズで買いました。すみません、あやふやです、すみませんで、ここにお友達とお揃いのリングをつけてます。これが今日の一番のお気に入りです。で、今日のポイントはここのふわっとした袖、最近こういう袖、袖コンっていうので流行ってるので、あとここのズボンのビラビラ感がポイントで、これ結構ダボってする服なので楽にふわって着れるので最近よく着てます。熱っ熱っ熱っ、バイ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 ゆなです。今日はアルジーのやつなんですけど、上がここにアルジーって書いてるやつです。ここになんかリボンがついてて、黒いフリフリなんですよ。めっちゃ可愛い。で、赤いスカート、これもアルジーで、ベルトにブロブロブローって書いてて、ハートなんですよ、ここが。ここも大きいです。で、靴がアマゾンで、ヨシリンが買ってくれました。ポイントはこんな可愛いとこ、わかんない、適当にショット撮ってきました。はい、お願いします。ミムです。トップスはキャンディストリッパーで1万7000円くらいで購入しました。これはね、マムと色違いで今日着てきたんですけど、私もマムと同じ色持ってて、実は2色買いします。ここに猫ちゃんがいるんですよ。猫ちゃん、猫ちゃん可愛いんです。はい、あとスカートがエイミーのものですね。これは値段は覚えてないんですけども、かれこれ2年くらい着てて、結構レザーって使いやすいのでずっと着てます。この時計なんですけど、お父さんとお母さんに誕生日プレゼントでもらって、ママとお揃いで持ってます。すごい大切に使ってます。指輪なんですけど、アミジェダっていうブランドで、こうラフォーレ原宿に入ってます。本物のシルバーなのに1個で2000円とか、こう可愛くて安いものを手に入れるのが、私すごいそういうのに長けてるので、結構こういうのをコソコソと探してます。あと靴はドクターマーチンのサイドガーブーツですね。ここがね、ゴムになってるんですごい履きやすいんですよ。帽子はバブルスっていうブランドの帽子です。夏用のベレーなので、これかぶっててもそんなに暑くないです。はい、以上です。こんにちは、マムです。はい、トップスがキャンディストリッパーで、ミムとお揃いなんですけど、値段はミムのを参考にしてくださいで、ボトムスがエイミーのスカートで、ミムのと形が本当に全く一緒って感じです。ポケットがね、前にはないんですけど、後ろについてるんで扱いやすいかなって思います。で、靴なんですけど、靴がドクターマーチンの靴で、見た目はグツいんですけど白なので、甘い洋服にも辛口コーデにもすごく合わせやすいかなって思います。靴下はトップスと一緒のブランドで、キャンディストリッパーです。時計なんですが、これミモも同じの持ってるんですけど、ニクソンです。はい、こんな感じで今日のコーデはミモと双子コーデなんですけど、私はちょっと明るめ、ザ・原宿っていう感じの服装にしてみました。でもミモとはね、色味が違うので、全然雰囲気が変わると思います。こんな感じです。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。